今日はね、茨城県にね、遠征にちょっと来てます。近くのスーパーでね、お弁当買ったんで、これを食べていきたいと思います。お弁当紹介だけにしときたいと思いますので、よろしくお願いします。帯広風豚飯、金相鶏のね、やみつきスパイシー唐揚げ、あとカニクリームコロッケは52円でしたね。それとね、野菜ジュースでいただきたいと思います。はい、ってことで買ったやつはこんな感じですね。まだね、少し暖かいぐらいです。時間帯もいい時間帯なので、お肉のね、この豚バラの照りがたまらないですね。おしんことね、卵焼きがついてます。でカニクリームコロッケもね、カリカリっぽい感じしますね。そしてスパイシーの唐揚げ、黒胡椒かなんかがとても美味しそうに見えていますね。それでは野菜ジュースを飲んでから食べたいと思います。いただきます。はい、ということでごちそうさまでした。とても美味しかったです。ご飯がちょっとね、大盛りだったんでね、お腹いっぱいになりました。それではまた、バイバイ。